とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーボスラッシュ、やっていきたいと思います。今回が30回までなので、ちょっと長い戦いになりますね。まあ、とりあえず、15回までなんとか、行ってみようか。まずは、エボーカーね。問題ないでしょう。どこまで行くの？あ、これ。無理か。ああ！出た、2回食らうタイプ。もうこの2回食らうのやめてくれ。ちょい！戦いにくいって。なんなんこの場所。あ、でも落とせる。よし、落とした。終わりじゃないのか。何が来る？おーい！待って、これはひどい。こいつはひどい。ちょっと待って。矢は45本か。あ、でもハマった。いやいやいや、ガチで殴り合うには、ちょっと HP 足らんな。いや、いける。どんぐらい当たり、いや、ひでえダメージが。あっぶね。これはきついぞ。よし、いけた。1階からひどい。なんじゃこりゃ。これどうすっか。きついなぁ。ブラストだけ一応取っていこう。まあ、ちょっとでもね、ダメージを与えれるようにしましょう。どっち側に出る？あ、そこ？あ、無理だよな、無理だよな。はいはい。まあ、開けましょうか。こっち側からね、ずっと叩いていけるんだったら楽だけども、開けないとダメか。まあ、仕方ないね。どんな感じでいく？もう矢は使いたくないよ。この3発目を当てる感じで、いこうか。よし！何がする？嘘、ちょっと待て、厳しい厳しい厳しい、待て待て待て、いけるか。いや相当、いや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 、火力高すぎだろ。これは厳しくねえか。ああ、これ近接ダメージ、いや受けるとこれ無理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 。いや、これ、勝てるかどうかさ、ちょっと怪しいぞ。いや、無理だって。あ、ここならいける。あ、無理か。ここに隠れながら、なんとか行くしかないで。これ、無理無理。あと2発くらいは死ぬもん。ここ、俺は無理だ。どうやって勝てっつうの？よっしゃ！終わり！はーい！2回もうきついって。なんなんあいつの攻撃力、そして耐久力、無理だ。ロングボウに変えてダメージ与えていくか。いや、武器変えよう。エンチャは弱体化と非属性入れとくか。オッケー。あ、で、無限だ。行きましょう。次何？いや、きつすぎるぞ、今回のこれ。あー、オッケー。これは問題ない。あー、オッケー。3回問題ない。いやいやいや、1回2回がきつすぎて、
もうなんてことなかったね。終わりー。3回問題なし。なんだこの差は。1、2回と3回の差は。あんまり変えたりはしない方がいいんだろうけどね。エンチャポイントを貯めるためにさ。うん、そのまま行きます。はい。またホースマンとかにして。頼む。上に出るか、この感じは。ならば、落とせる可能性もあり。ほっほーきついね。なるほど。くっそ、これ。いや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 。きついって。よっしゃ。オッケー。で、ノービー。ちょっと待て。落とそう。違う、バカ野郎。いや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 、ちょっと待て。一回退避、退避。で、落としやすい場所にやってから、ブラストで落としましょうか。この階段のところまで来てくれれば OK! 落とせ !OK! いけた!ナイスすぎる!ナイスすぎる!終わりだね。いや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 。もうあいつはもう、落として倒すしかないよ!いや、ここもう確実に防具だ。間違えた。ライフブースト入れとってもいいけどね。まあ、そのまま行きましょう。いいね。火属性2に上げてもいいかと思うんだけども。ちょっと待って。エボーカーね。はいはいはい。で、落とす場所はない。虚無らせれば、そこそこ良さそうな気はするよね。うん、けむったけむった。もっよし。で、またエンダーセント。ちょっと待って待って待って、これザコとかここ出やすいでしょ。やめてくれやめてくれやめてくれ。オッケー。で、これ倒さなきゃいけないのか。もうめんどくせえな。報酬どうするか。下流道入れていってもいいよね。ヘビークロスボウじゃちょっと弾がね。まあこれをつけていって弾を増やすっていう手もあるんだろうけど、下流道の弓にしようか。一応ダメージは上がるんで、これでいきたいと思います。ここのボスな、いや、ここ狭いよ。ここは狭いぞ。ここで戦うんでしょ、どうせ。何が来るの?怖っ。おーい。待って、あ、待って。あ、ここでいけるんじゃない?いや、無理、無理、もう。ここきつい。これちょっともう無理じゃない。ガストもうすぐ出るでしょ。おいおいおい、ほら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 、そんなことする。最悪だ。ちょっと待って、積んだかも。これ積んだかもしんない。よし、いけ。ほら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 、そんなことしてくる。待て。どうするか、これ。ああ、もうこれははめたっしょ。もう OK だろう。でもこれガストだけじゃないんでしょ、どうせ。倒したよ。で、まだ来るんだな。何、もういって。あ、でも、は、あ、いや、はめてはない。はめてればもう相当楽なのに。いや、きつい、これきつい。これきついぞ。
でも、もうちょいではあるのか。いける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 。オッケー。いや、6回これ地獄だった。で、次7回ね。これクリアできるかわかんないや。特にありません。そのまま行きましょう。エンチャなんか入れときたいな。火属性をちょっと多めに入れようか。で、こっちに、追い打ちかな。追い打ちパワーぐらい入れとけ。とにかくダメージが必要。どこに出る？あー、なるほどね。とりあえずこれは、やっていって、オッケーで、食らってしまった。はい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 。いや、これは戦いにくい。ちょっと待って、矢は、ザコに当てなくていいよ。オッケー、何？うっそ。え、これ落とせる場所ないよね。いや、これはちょっと厳しい。ここでいける？無理か。敵が上だったら当たるね、これ。いや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 、厳しい厳しい。なんか場所を見つけてなんとかはめたい。はめたかも。はめた。よし、あとザコだけ。ザコだけ。うわっ、今回もちょっとボスラッシュ挑戦しましたけども、ちょっと無理。前回はまあソロではいけたんだけどね。でも今回ソロこれ無理だわ。あれ、ノビまあ、はめてなんとか倒せるけども、いや、厳しいわ。これ、クリアできる気がしない。はい。ということで、ボスラッシュでした。今回、ちょっと無理だと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。